今とおいし、今とおいしです。今日も最近です。今日も最近ちゃんのやつのところです。俺ね、30歳になってようやくできるようになったことがありますね。トイレットペーパーをちゃんと畳んで丸めてお尻拭くことができるようになりますね。30歳まで俺ぐっちゃぐっちゃにしてさ、ぐちゃぐちゃぐちゃーでトイレットペーパーを引き寄せてそのままぐっちゃぐちゃのケツ拭いてたからさ、痛かったー。子供のお尻拭くようになってようやく巻くということを覚えました。ごもくさしね、ってことで。中には俺みたいにぐちゃぐちゃにする人いるのかな、コメント欄で教えてくれ。今日もくさじんちゃんのやつぞ、くさじんチャンネル、戦闘キープ、戦闘キープ、戦闘、あ、完璧いきました。うわ、ちょっと待って、うえ、今のこのこ生まれたら終わったぞ。いけ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 、完璧いた。くさ、大好きアタック決まんねえ。ちょっと待って、でうますぎんだ。危ねえ、ありがとう、センキュー。草人チャンネル、猫メーリオのままゴールデングでやっていきたいと思いますが、猫メーリオちゃんがまずどこにいるのか、なんかさ、ちょっとあれだな、迷路コース的な感じがあったし、え、これ一個しかないとこだったら俺もう完全に勝ち確じゃん。オッケー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 、で、こいつを取りつつも、よし、完璧に来た、完璧。あと、上にさえなければもう勝ち確だよな。はい、ごめんね。行かせていただきたいと思います。ごめんね。いや、でもあいつらが止めてくれてよかった。マリオブラザーズがオッケーオッケー、キノピコちゃん止めてくれたからなんかワンチャンいけると。これ、これ、上、うわ、ちょっと待って、上から行った方がいいじゃん。まずい、まずい。お前譲るな、ちょっとお前減速して俺に譲る。お前そうなんだよ、俺勝ちたくねえんだよ。ありがとう、草人チャンネル。なんか最近ファミコン世界大会流行ってるよな。どうも草人だっつった。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでちょっとお前マジで入ってくんなバカロイ。いや、そう、最近さ、ちょっとね、ゲーム実況者とか結構さ、ファミコン世界大会べ、動画上げてると思うんだけどさ、完全に乗り遅れた。その存在すら忘れた。マリオメーカーしか出ないから他のゲームの存在、完全に忘れております。やっぱりねー、マリオメーカー一緒にやり続けるぞみんな。これからの、べ、お前マジでマジで、うんこ食いた。あ、こんな、おい、クソみてえな罠いかがっちまったじゃねえかよ。チョロプー3体倒すというゴールデンでやっていきたいと思ってくれ。3体以上ってことは結構いると思うんだよね。だからね、とりあえず突っ走る作戦。アイテムとかもいらない、アイテムとかもいらない。生身で突っ走って。はい、ごめんねー。やっぱり絶対いっぱいいるはずだから、こういうところで、ほら、いっぱい出てきたでしょ。ということは、もう完璧に俺の勝ち確じゃねえか。はい、で、こいつが最高じゃねえ。あ、こいつ、あはあ、まあ、いや、全然。だってここで、嘘でしょね。お前らマジで全員ムサダメ、あー、ムサダメ、無理じゃん。どうやって生身で勝とうってんだバカ、誰がしかもなんかずっと邪魔してやってんだキノコよ。おーやったー。これは勝てん、草人チャンネル。なんか草やパパいい匂いがめちゃくちゃ挨拶でてかこしさすから、連射コントローラー買ったってなんかツイートしてたんだな。見せたいんだろうな。連射が、どうも草人です。今、どうも、草人です。めちゃくちゃ忘れた。危ねえ。あれ、多分、連勝コントローラー買ったからさ、俺、こんだけクンクン早くできるよというのを見せたかったんだろうね。めちゃくちゃクンクンしてたな。かわいい。かわいいな。連射コントローラー買ったよ。アピールかわいいな。でも、お前、俺に勝った、連射コントローラー買ったとしても、俺に勝つことはできないな。ごめんね。はい、余裕で行かせていただきたい。ほら、完璧。あ、ちょっと、え、マリオ裏面先行ってねえか。まずい、まずいぞ。まずいぞ。分かったれ、オッケーオッケーオッケー、キャーまずい。ちょっと待って、これさ、草パパいい匂いにも負ける可能性なきにしまらずだぞ。オッケーオッケー、あ、やり直しませんか、押せるってこと、あいつは勝ちねえわ。絶対負けだわ、あいつ。オッケー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 。いや、でもね、マリオだいぶ早い国だよ、裏目行ってたから。まずいと思うんだよな。オッケー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 。みんな、連射コントローラーって結構買ってる人いんのかな？俺の周りには一人もいないんだけどさ、もしも買ってる、あ、これいったんじゃない？俺もしかして。はい、完璧でございまーす。ありがとうございます。連射コントローラー何の意味もねえんだ、バカだ、あれが。見せてる。めちゃくちゃ見せてるんですけど、お前、どんだけ早く俺できるようじゃねえか、なんか結構ラグってる。お前、連射見せたいんだろうけどな。めちゃくちゃラグってるから、あんまりお前の連射感が出せてねえのな。残念だな。ラグってて残念でしたね。てか、ゴールしないんかい、お前。
草人チャンネル。これバトコか、いやじゃあなんか赤コイン集める系か、なんかそれぞれの、やっぱりそうだよね、それぞれの場所で一人一個ずつ赤コインがあるから、その赤コインを集めてゴールしろみたいな感じのとこだよね。土管それぞれ赤コインあるみたいな感じのとこで、これもないよね。むずくないこれね。ちょっと待って、このトゲメットを多分あそこのこうつららな場所に連れてって、それでこいつをつららに倒させるみたいな感じのコースだと思うんだけどさ、全然めちゃくちゃ強いです。あ、ちょ、頼む。キノピコ、ちょ、お前も頼む。こいつやってくれ。こいつ、そうそうそう。お前も、ちょっと、俺がこれだからさ、お前はあっちの、あっちのクラウン乗るんだよ、お前は。お前の向こうの前も落とすな、バカ、誰が。何をしてんだ。こいつをなんとか向こう側にやってくれよ。お前なんで俺の番だバカだれ。それが意味ないんだって。二人体制でやっとくか絶対にいいんだってな。俺あんま下手くそか。しかも下にやってじゃ意味ないんだ。つららん方にあんだよ。お前分かってる。ごめんなさい。謝るんだったら許す。俺謝罪する子ほんとね。どんな嫌なことしても謝罪する子だけは許そうと誓ってる。ほんとに。だから、クソガイゴミキズもよく聞いとけ。謝罪する子、クソ味許すよ。その代わり二度はないからね。二度目も同じことをしてきたらすぐにブロックかもしんないけど、一回目だったらね、謝罪したらすぐ許すからね。まあ、いや、やら、拉致があかん。一回スタートからやり直せさ。いや、これさ、鍵間違いを込み切ってもいいわけでしょ。だから、他のレーンも一応、あ、鍵待ち、あー、でも鍵待ち結構きついね。上の土管から出てくるから、その瞬間にヒップドロップされたら、行かれるっちゃ行かれっか。あ、メットあんの？いや、これメット、とある場所、とりあえず探す。あったー、一発でゲチュー。あれ、ありがとうございます。ということで、メット持ってる。あ、バカだれ、一個なくなっちゃった。あー、なるほど。残り二個か。残り二個だから、まあ、とりあえずメットキープしつつの残り二個どこだろうな。こっち側もいいや。とりあえずこれ一個持ってって、の、か、コイン持ってきたやつをすぐに殺せ。鍵取った瞬間にそいつ殺して鍵奪う作戦。それだったら結構いける気がするな。ということで、ここで待ちまして、二枚目、じゃあ四枚目、最後の赤コインを取ったやつを甲羅で殺して鍵奪って、それでツモでございます。ということでやらせていただきたいと思います。って思ったけど、ちょっと待って、これさ、別の土管何のアイテムがあるのか一応見といた方がいいよな。他の土管のところでもしかしたらめちゃくちゃいいアイテムがあるかもしれないから、緑の館行ってないから緑の館行ってみっか。こう、うーわー、ちょっと待って、あいつ鍵持ってんのか。とりあえずここフラワーがあるってことやな。あ、いや、とりあえずメットだけは取っといて、これ絶対必要じゃん。メット取っといて、もう嫌な予感してきたんだけどさ、うわ、やっぱりそうだよな。残り1枚の赤コインのところ多分マリオだと思うんで、あいつ鍵扉入って最後の赤コイン取らずにもうあそこでずーっと待機してタイムアップ狙うとかそういう感じだったら、クソだれーの、マジで。タイムアップまであそこいるとかじゃねえよな。それだって、まあ、お前何をしてんだよ。あ、ちょっと待って、これさ、赤コイン取れんじゃね？あ、いける気がすんな、これ。こいつ持って、おはははははは、天才かよ、俺は。こう、でかいやつ持って、バカ、俺が考えたんだけどね。俺が考えたんだよ。ちょっとお前間違いな。俺がこの案考えたんだ。俺がこの案考えなかったら、お前分かんなかったんだから、俺に優勝させてくるな。だってさ、今のところだ、あそこ一方通行あったらみんないけないと思うじゃん。でもさ、チビマリオの状態でデカマリオのやつを持てばさ、あそこの赤コイン取れみたいな、俺が考えたんだからね。いつもズルしてる俺だからこそ考えられたことだって、君たちだったら考えられなかった俺が1位抜いた感じでいいよね。俺がこれ勝利で、俺以外のやつが勝ったらもうこれ勝ちだわけないみたいな感じでいいよね、前。ね、早くピースイッチ終わってくないかな、な、でも疲れたんですよ。ずっと喋って、あ、ちゃう、押さなきゃいけねえんちゃうか、バカだね。けもう絶対勝てねえじゃん、やばー忖度おそらく忖度ありがとう、センキュー。